まあ父がこのアメリカのロケットの宇宙航空局にちなんで誰にもできないようなことができるように月面着陸したので、なので、まあ、そういうことは達成できるようにっていう願いは込められてます。最初に、まあ、母に教えてもらったのが一番初めなんですけど、一緒にやってるのがすごく楽しかったです。母と一緒にゴルフするのが。マチュアの頃は試合、プロの試合とか出る時はほとんど母がしてくれてたので、まあ、一番小さい時から私のゴルフを知ってますし、なんですかね、一番やっぱりやりやすいですね、やってて。まあ、ホテル帰ればいろいろ話もできますし、まあ、栄養バランス考えた食事も毎食作ってくれてるので、そういうところのサポートはすごくありがたいなと思います。まあ、その支えがないと、まあ、ここまでのパフォーマンスもできてないとは思います。私の名前は畑岡奈紗です。全身あるのみ。